ベートナビーチ国際空港から離陸するサイテーション、ラティチュードセスナサイテーションラティチュード、モデル 680A は、アメリカのセスナ社が開発した中型ビジネスジェット機で、ある。製造は、カンザス州ウィチタで実施されている。サイテーションソブリン、モデル680を原型にしており、2015年6月に、連邦航空局によって認定された。 サイテーション・ラティチュードは2011年10月に発表された。それは、サイテーション x l s よりも大きな航空機としてローンチされ、サイテーション・ソブリンよりも安価であった。座席数は9で、フラットホイット2カナダ PW306D ターボファンエンジンを搭載する。サイテーション・ラティチュードは十字型の尾翼と、全金属製胴体を特徴とする。プロトタイプは、 カンザス州ウィチタで2014年2月18日に初飛行した。セスナは2015年6月8日に FAA の認定を達成したことを発表した。飛行点検隊の U-680A 顧客への出荷は2015年第3四半期に始まり、2016年の終わりまでに引き渡されていた。最初の顧客はネットジェッツで150機が発注された。 2016年12月には航空自衛隊の飛行点検機である老朽化した YS-11FC の後継と2016年の事故で損没した U-125 の代替選定において 680A は低価格ながら十分な機体性能、対地警報装置が地図情報と連動し不要な警報がならないなどの アビオニクスが評価され、ボンバルディアチャレンジャー650と脱走ファルコン 2000S を破り選定された。費用は、機体購入費が3機で、約108.7億円、予備エンジン費と定期交換部品費として、約5億円、3機による20年分の燃料、取得経費として、約20.4億円などとされている。二千二十年三月十一日 u 百八十 A2 機が入間基地に到着。26日自衛隊に納入された。2021年1月20日3期目が入間基地に到着した。出展、セスナ所見性能。ありがとうございます。